クニオですさあ今日はハロドリ5回目ですねこちら拝見しちょっと何度も気になるところを確認しそして皆さんに感想と一緒にどういうふうに知らない人にも届けていこうかなんてことを細工しながら今日はお届けしていこうと思っておりますじゃあ早速いっちゃいましょう付き合ってくださいねえー、とくにおチャンネルの登録の方もお願いいたしますいろんなコメントなりなんなりディスカッションしていきたいってことでございます じゃ行ましょう、えーっとね、まず、えー、っと興味持ってもらうために OG を含めたハロメを見た目だけで例えたりして進めていこうまあこれツイッターでも昨日ドッと書いたんですけどまあそれ、えー、重ねながらいきますので何も個人をディスったりとかそういうことじゃないから安心して見てくださいじゃあ行きましょうまず橋田穂香ちゃんね今日は、えー、っと3つのセクション当然ね、えー、分けますよ でまずメンバーで橋田ほのこちゃんも言っちゃったけどメンバーのー特集されてた7人かな7人の紹介どういうふうに喋っててどう思ったかっていう感じの紹介それで2つ目は、えー、曲今日今日なんだけどまだね <laughs> 日付的には、えー、やっていた曲に対してどんなことを感じたかっていうことと3つ目はあー全員 OG が OG じゃねえや現役のハロメンが。 どういうふうな感じで登場してたシーンで話していて何が気になったかみたいな3本立てでいきますでは改めまして橋田穂香橋田穂香ねえー、と中3ねで例えるなら中西か奈ですよアンジュルム元ですねで変顔天然でそのため一岡さんのようなかっこいいクールな人になりたいねえ これ、いっちゃんをかっこよくクールに見えてるあたりってことが、おそらく天然ということを言ってるんでしょう。まあ、それであれば、まあまあ分かるっちゃ分かるってことですね。で、歌もそこそこ歌います。で、踊りに自信がないので、大きく踊りたい、えーと。自信が欲しいということを言ってて、ね。まあ、研修生全般こういうこと言う人多いんだけど、これは爆発でなんとかなると思いますね。なので、もう。 練習した分をどんどん本番にどういうイメージでやっていくかってことでいいような気がしています、まあ、僕は言うことじゃない気がしますけどそんなふうに思いましたで平山由紀ちゃんを意識してるというようなあ雰囲気の言葉からそのまま平山由紀ちゃんに入りましたで僕はねこの平山由紀ちゃんがあなんか可愛さとしてはハローの中の、うん、どういうことかといったらくすみ小春と牧野マリアを足して2で割ったような なんかそういう大物感はあるっちゃありますまたピロンになっちゃった <laughs> じゃあ続けますねでこの平山由紀ちゃんで福ちゃんとさくらがともにオーラを評価してまして岸門も見た目と声のギャップに真の強さを感じるとこの岸門の見た目と声のギャップに真の強さを感じるっていうのがすごくドどドコって思ったんだけどなんか広い範囲の連中を感じるってことでしょうね で歌が流れリズムがなくなってしまうのでリズムの取り方が課題というのはご本人の、ね、これからのキンキンの目標みたいですね。うん、でいいところは最近高音が出るようになってきてよかったと、うん、で僕これめちゃくちゃ美人系に入ると思うんでやめなければハローのどのグループ行ってもいいポジション取るんじゃないかなと思ってます。 なんか、ね、ハロー特有の人気の出方とはまた違う感じになると思いますけどねそんなこと思いましたじゃあ続いて3人目いきましょう北原ももちゃん、ね、13歳中2でこれ僕ツイッターで宮本和智に似てるっていうことを言おうとしたら突っ込まれて「あれは巨人の投手コ子になってますよ」みたいに言われたんですけどあれはわざとやってますんででなぜそう言ったかというとちょっと顔的に似てる感じ <laughs> それが最初に思っちゃったっけ でもまあ夏焼きみやび方面というか若い時にもう二十歳代になった時の女性の顔が想像できるとか、まあ、そういうことなんだけどねまあそれを思いましたで「ももも」と呼ばれたい、ね、本人ねでダンスは得意で歌は不得意で自宅練習で歌いながら踊っているそういう自宅練習が全部のシーンにあるんですけどそこが印象的でよかったですねで力が入っちゃうのが課題ってことで本人言ってるんですけど まだ全然この子の段階軽種生全員ですけど力入っててまだいいと思いますけどねで自然になんか体から出てきた時にあかあこれでいいんだって気づく時どうせありますからねからそういうふうに思いましたじゃあ続いていきましょう4人目江畑咲ちゃん13歳京都府出身というのをすごく強調していた印象です、ね、京都出てきたらで、ね、京都公演盛り上がりますからねいいと思います でダンバラ・ルルちゃんにちょっと似てる感じ。なんつうのそれで歌唱力に自信ありって本人も言っててそこもルルちゃんに似てるかもね。でねこの子いいなと思ったのはこれ親環境でしょうね2階に新しく自分のボーカルレッスン用の部屋を作ってもらったそこでピアノで音を確かめながらマイクで歌を歌うのを続けてるたまに先生にも教えてもらって歌をうまくなるようにしている。 これですよ、ね、えもう常にプロのルーティーンを手にしてますで室内でも靴を履いてダンスのレッスンしていたんですねその練習シーンですよねで僕相当即戦力要員への何て言うのかな自分自身メンバー他との差別化で意識の高さっていうところを出してきたなっていうふうに感じました何て言うのかなルールうん例えるなら本当にルールなんだよね で顔的にも強い女の感じがあってちょっと目が離せない存在になりそうですねそういうふうに思いましたねで次いきましょうじゃヨフ・ルノちゃんで大阪出身ね西が続きますね12歳で第一印象から僕は田村めいみめいめいを感じましたねこれ最初に本当入った時に思ったやつですで通学中に要は勉強してるんですよ音楽にしても何にしても なので時間を無駄にしないその時間へのリテラシーの強さそこはなんかいいななんか可愛らしいの前髪とかこう伸びなくなってんのもここでまっすぐに合わせようとしたりとか <laughs> なんか不思議なところあるんだけどまあ12歳ですからねで、力みで上手にできないのが悩みらしいんだけど今もうさっき言いましたけど力みは全然今はあって当然だし力むまでやらなきゃダメな気がします。 ね、そんな感じでしたじゃあ続いて村越彩菜ちゃん12歳中1僕この子発見でしたね今回の一番の発見はこの子かもしんないでな鈴木香音に似てる昔のねモーニング娘。食、えー、くぐらいのかなそんな印象でしたでダンスが協調本人がすると細かい部分ができないでそこを直したいって言ってるんですよで動きは全然悪くないと思うんですけど 自分の中でもう気づきがあるから段階ちょっと2番目もう2ページ目3ページ目開くぐらいのところなんでしょうねそれがなんか普通の動きでも感じられましたなんか普通の本当にレッスンされてる最中とかでもリズムの感じ方体の動かし方っていうのがちょっと先の段階行ってるように感じましたそれ注目かなと思ってますじゃあ続いていきましょう上村はす美ちゃん12歳中1 でこれはショートにすれば工藤遥かみたいな雰囲気です、ね、まあドゥも昔はね髪長かったりしたんだけど、うん、そうそういうような印象でしたでこのままの顔で大人になる雰囲気もある、うん、なんかお母さんの顔想像できちゃうっうかね、うん、で体はまだ自分のサイズ感ができてないからいろんなこと急がなくていい印象で本人もいろいろ課題を感じてるみたいなんだけどまあ今のまま ちゃんとレッスンしてる姿見れるから頑張っていけば僕は大丈夫だと思いましたね。基礎トレーニング中ってことだと思います。で、それもなんかできてる感じします。ねまあ、こんな感じの7名のメンバーが今日、京都と申しますか、今回の5回目のハロードイは取り上げられてました。では、2つ目のセクションいきましょう。2つ目のセクションいきましょう。えっとね、 去年の研修生発表会から曲は「白い東京」を歌ってましてこの「白い東京」内でどんなふうな感じを持ったかなってことですね。で歌とかステージのこなしはこういうふうに揃って見てみるとまあキャリアがあるせいか松原ゆりやが比較的出来上がってきてるように見えてしまうただ俯瞰で見たらもちろんまだまだ課題あるんだけどであとはまあ花りんかな。う その辺が綺麗に見えるようなでもこれねハロ,ーハロータフィルターが入ってるから、うん、そういう風な印象は受けましたね。ほ、まあ、他のメンバーとかも注目して見ていかないといけないとなるけど「白い東京」っていうのを世界観で表現していこうっていうところは、まあ、研修生ね実力診断本当は今日あった日ですからねそういうところでここが見れないのが寂しいなとか思いながら見てたのは事実です。 今でも「ハローの DNA を表現する上では、ね、人気も高い曲なんでよかったんじゃないかななんて思いましたじゃあ続いて3つ目のセクションいきましょうこの回でハロメンの5人がどんな感じなリアクションだったかってとこピックアップでいきます5人というのはいつもですけど福ちゃんさくらカエディキシモンキキちゃんですねでねやっぱりねなんだかんだ言って研修生の話だとカエディの4年間をいじるコーナーっていうのが まも、あのになってるというか変ですけどあの落としどころになってるって感じですね。で研修生17期ですよね。で全員がデビューしたっていう話とか取り上げてましたね。まあ佐弧がね抜けちゃったのはあるけど他の5人はまだ現役で活躍してるっていうことでもうこの研修生17期っていうのは今のハローを語る上では外せない子たちだと思います。まあ、17期誰だったかっていうのはまたすぐ調べれば出てきます。貼っときましょうか。貼っときましょうか <laughs> そんな感じですね。で岸門はハロプロ研修生時代人間としての基本を学んだと、うん、岸門意外と基本的なことしか言わないんだけどこれもし研修生目線で聞いてたら、まあ、すげえためになるかなというふうなことはいつも岸門発言は思います。ね、であと福ちゃんは研修生期間で負けず嫌いになったとひたすら同調する桜が見えるという感じですね。 うん、僕彼女たちがキンキンですよね5年10年ぐらいの昔をすごく昔のことと思って喋っている辺りっていうのが当然ですけど僕とかの見方とは時間軸の、ね、流れが違うから距離があってそこも面白くて発見だったりするで今短くも太くっていう風な感じになるんですかここここ年ぐららいいいいののののののハローの中での活動みたなな思い返しながら話しが話ててるところっていうのは なんか僕とか見てると嬉しくなるやつですねあと長く見てきてよかったなって思える時間もこういう時にあります、まあ、そんな感じでしょうかで来週も「ハロドリ」は令和に初めて加入した研修生たちを追いかけるとのことでした、ね、で今回の感想として、えー、とこれはもう最後まとめましょうダンスは村越綾菜に発見があり歌としては環境的にも江畑咲ちゃんで顔的に可愛いいのは平山由紀 ここを見とくとく面白いんじゃなないいののんていうのが、まあ総括でですす。かね。ってな感じですじゃあそんなところは深く届いた今回のハロドリ5回目また来週もこのコーナーというのは続けていきたいと思いますので引き続き国尾チャンネルぜひチャンネル登録をお願いしながらお付き合いくださいまた会いましょう